シアンの米澤香織です。エンターテインメントがすごく好きだったので、そこにを支える、裏方だったりとか、制作だったりとかっていうのが小さい頃はすごく憧れていました。撮影とかヘアメイクの外、現場の仕事だと、その撮影が終わった後の達成感だったりっていうのは本当に病みつきになると言いますか、そういう感覚になれるものだと思います。あとはサロンワークに関してはお客様にすごく寄り添える仕事だとも思いますし、卒業式だったり成人式、結婚、出産、そのお子さんもカットしていただけたりとか、人生に寄り添える職業っていうのがすごく私は幸せに思っています。自分を表現することができる仕事には携わって、クリエイティブな仕事は変わらずしたいなというふうには思っています。美容師を心から楽しいというふうに思ったのが30ぐらいだったので、模索している時間が今思えば、いい経験ではあったと思うんですけれども、ちょっと辛い時期ではあったかなというふうに思います。業界誌の美容師さん向けの雑誌をさせていただくことが多いんですけれども、その中の大会だったり競い合うものを作り込むときに思いが強くて、すごい、全部今脳裏に焼き付いてるというか、そうですね、思い出にすごい残ってます。常日頃から、いろんなものを、実際に自分で体感したり見たり聞いたり、見えないものだったり音だったり、なんか全部そういうものを、自分の中で記録することだったり、ちゃんと自分の引き出しに入れて、常にインプットしていくことだと思います。私が今気になっているクリエイターは友人でもあるんですけれども、ヴィンテージショップのアンサンクというお店の、ミカホさんという方で、自分自身ヘアアクセサリーのブランドを、立ち上げさせていただいたのもあるんですけれども、自分のそのステージは、自分で上げた方がいい、自分しか上げれないよっていうふうに、声をかけてもらったのもすごく自分の中では強みになっているので、友人でもあり、すごく尊敬しているクリエイターでもあります。今時代的にも自分と向き合うことだったりとか、自分に使う時間っていうのが増えてると思うので、その中で自分のその美だったり健康だったり、自分自身に投資する考え方が変わってきていると思うので、美容業界っていうのも私自身は盛り上がっていくんじゃないかなというふうに思っています。私にとって美とは身近にあるものです。その美しさを、私が引き出すことが使命だと思っています。美とはすごく身近なものであり、時にすごくスペシャルなかけがえのないものだと私は思います。